ことで、うん、いやいや、そんなこと言いたかったんじゃないんですよ。ぜひ、うんうん、よ。ちょっと、今年、サンタさん、坂本さんがいないからね、なんか、もしかしたら準備してくれてるのかなーって思ってたんですけど。おー、なるほど。ね、今年は、サンタさんは、来ないの最近、どういうこと？お会いしてないわよね。ね、私たちのクリスマスパーティーよりも、サンタさん的には、なんか大事な、なんかあるあれがあるってことなの？なんですかね。長所にされてるわね。あ、おばさんになってきたからわかる。そういうこと？してるのかしらね。そういうこと？ない、だって、トマツのこと大好きって言ってたよ。二十歳も。でももうほんの6年前の話だから、それ。二十歳も超えておばさんになったから、次の女にくら替えよ、坂本さん。アイムショック。なんかショック受けてるように見えないんだけど。でね、なんかお手紙入ってた。うん。3人へ、ごめん無理、プレゼントを託したのでそれで我慢して。ごめん無理ってどうしたんだろう。え、なんかさ、告白して断られたみたいじゃない？なんかごめん無理みたいな。この活字だけ見るとすごく悲しくなるね、しかも、すごいよ、直筆じゃないんだよ、たってこれだけなのにわざわざプリントアウトだよ、打ったんだよ、しかもちょっとね、あの、和なフォントで、ほんとそうね、というわけで、でもプレゼントくれるんだよね、やった、まあ、ありがとう、もらえるもん、ありがとう。ということで、まずは、トマツ、はい、なんだろう、トマツさんのプレゼントは、いいサイズ、なんだ、なんだ、何何、開けていいの、開けていいの、うわー、だって、このさ、プレゼント開けるとき超ワクワクするよね、ルルルルルル、何かな、何何、あー、箱です。箱かよ。そう、からの、からの、来たね、久しぶりからの。陶器、なんかね、マグカップみたいな感じ。あ、マグカップ、マグカップ、かわいい。いやー。え、なに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 、なに、いやー、これほら、あー、パッと見さ、パッと見さ、こう、グレーっていうのかな、なんかこう、ね、マグカップじゃない、中見るとね、ここにほら、突起があるでしょ、これサメの頭なの、これ。これさ、近づけられるかな、ちょっと、ちょっと寄せましょうよ、これ。本当に。お、見てこれ。このね、あるでしょ。口と。見える見える見える。大丈夫、立体的にね、すごい見えてる。見えてる見えてる。これ。迫ってくる。多分、すごい。私の想像だけど、この周りの色は、これホウジロザメなのね。ホウジロザメなんだけど。あ、一瞬で。うん。すごい。ホウジロザメの。周りの皮膚の色を表してるんじゃないかなって思ったの。だからね、ホウジロザメだと思ったの、私。なにこれ、すごい。ちょっとサメオタクの私には、嬉しすぎます。これすごいね。見たことないもん。見たことない。飲み物入れて、こう、埋まってるわけだよね。あ、出てくるんだ。で、飲んでたら、はぁってなるってことでしょ？って、なる。すごい。すごい画期的だね。ちょっとやだ、シャレてんじゃん。おシャンティー。サンタのプレゼントシャレてんじゃん。おシャンティー、ありがとうございます。嬉しい。じゃあ、なんか、私のプレゼントが、出てきたので、私のも、開けてみたいと思います。はい。ありがとうございます。開けるよ。なんだろうな。なんだろう。ワクワクだね、この袋開ける瞬間。嬉しいよね。はい。あれ？本ですよ。何？起きてから寝るまで。英語表現600。英語勉強してんの今。私ね、英語勉強したいの。あ、したいんだ。それはぴったりだね。そうなの。で、話してたんだ。へぇー。それはよかったね。嬉しい。うん。なんか一個教えてよ。え？なんかこう、好きな英単語とかさ。あ、Yuck! It's really bitter. 意味は？苦い。リアリーディアいつ使うの？わかんない。リアリーディア、私がさ、開いたところがさ、全部なんかこの薬効くといいんだけど頭痛が収まったとか本当だ。これ、あれ体調悪い時に使うやつなんじゃない？そうだ、医者行かなきゃとか。あ、でもこれ CD 作ってるみたいだよ。あ、ほんとだ、ほら、耳でね、聞いて。うん、聞いて。ジャンルが買い物と用事だからだよ。うわ、嬉しい。すごいじゃん。でもいいじゃない？あれ、もう一個は？もう一個も、なんかどっかで見たことあるけど、これ。あれ、それは、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、とやり直す中学英語。おー。こんなの出てたんだ。すごいね。すごい。
中学校の英語。中学校の英語を勉強しろって。でもいいじゃん、一緒にやり直しなさいよ。うん、そうよ、やろうかな。初心に戻ってね。はい、うん。まあこれ併用してね、うん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 、ちょっと勉強したいと思います。ありがとうございます。やったー、嬉しいなこれ。はい、というわけで、はい、最後は、うん、矢作氏ですよ。矢作氏は何をお願いしたんだい？私、うん、私はね、あの生ハムが欲しいって。生ハム？なんかね、矢作氏、うん、あのスタッフさんからね、うん、矢作氏のプレゼントはすで、うん、にもうここにあるよって、すでにスタジオにあったよって。これでも今日のオードブルでしょ、だってこれがプレゼントだよって。一瞬一瞬なんで、うん、思ったんだよ、なんで今日豪華なんだろうって。ちょっとでも、うん、ほらスポンサー様がね、2社もついているお金のある、うん、お皿まで豪華になった人金ですから、まあ、ちょっとオードブルの種類も増やしてもらったのかなって思ったんですけど、うんうん、いやな、確かに。でもさ、これが私の今日の、私しかないよだってむっちゃ食べたもん。美味しかったよね。美味しかったもん。え、食ったよね。むっちゃ食べた。食ったよね。出せでー返せよ。私のダメな向かい。マジか。これ頼んだら今日帰りにワイン買って帰って、うん、それ飲もうって思ってたのに。だって、うん、多分価値的にこれとかと、うん、これとかと同じぐらいの。でもすごい枚数少なかったよね。めっちゃ、うん、ジューシーだったもん。ジューシー、めっちゃ高いやつだったんじゃないですか。嘘で、ちょっと待って、その最後の1枚、なんかちょっとティッシュに包んでよ。いやー持って帰るから食べないで、もう食べないで、もう食べないでよ。なえ、矢作氏、ごちそうさまでーす